AC 長野パルセーロレディースは、長野県長野市を本拠地とする女子サッカークラブである。日本女子、サッカーリーグ、なでしこリーグ2部所属。2000年に、大原学園系列の専門学校の一つ、大原スポーツ公務員専門学校サッカー、専攻科女子、サッカーコースの生徒や教職員を中心とした、サッカークラブ、大原学園。 ジャスロ女子サッカークラブとして設立され、2003年度から2009年度までは、大原学園の名で、日本女子、サッカーリーグに所属していた。2009年シーズン終了後、当時北新越フットボールリーグ一部に所属していた、AC 長野パルセイロの女子チームとして、クラブ移管を行いクラブ名が、AC 長野パルセイロレディースとなった。2021年からはこの年に発足する。 WE リーグにて活動する予定。2003年、森下誠二総監督の元北新越リーグでの連続優勝、全日本女子サッカー選手権大会での活躍などにより、日本女子サッカーリーグに加盟。初年度は一次リーグで苦戦を強いられ5位に終わったが、決勝リーグ20041参入チーム決定戦で、それぞれ1位となり、翌年の L1 入りを決めた。詳細は、 第15回日本女子、サッカーリーグ 2004L1 参入チーム決定戦を三勝2004年リーグ戦を通して1勝も挙げられず、最下位となり L2 リーグに降格することになった。2006年田崎ペルーレ FC などから選手を補強。シーズンを無敗で終え、ディビジョン2で2位となり入れ替え戦に進出。ディビジョン1の7位となったスペランツァカーシータカツキとの入れ替え戦に勝利し、 ディビジョン1昇格を決める。詳細は2006日本女子サッカーリーグなでしこリーグ入れ替え戦を3勝2007年ディビジョン1初勝利を挙げるものの2勝2009年7勝4分10敗の成績で5位。シーズン終了後、当時北新越フットボールリーグ一部に所属していた AC 長野パルセイロの女子チームとしてクラブ移管を行うこととなった。 それに伴いクラブ名が AC 長野パルセーロレディースとなる。2010年に本女子、サッカーリーグ編成の見直しに伴い、チャレンジリーグイーストに参加。4勝3分8敗の成績で6チーム中4位となるが、なでしこリーグ準加盟チームの中では主位であったで、規定によりなでしこリーグ入れ替え戦は出場できず、チャレンジリーグ入れ替え戦に回ったため、長野エルノミとなったため、 なでしこリーグ入れ替え戦を戦うが、敗退。チャレンジリーグへの残留が決定した。詳細は、2010日本女子、サッカーリーグなでしこリーグ、チャレンジリーグ入れ替え戦出場チーム決定戦を、3勝2011年2勝2分11敗の、成績で5位。この年限りで4年間チームを率いてきたくぬぎが、監督を退任。2012年、 勝又徹トールが監督に就任。東西の区分けがなくなった、チャレンジリーグでは2勝4分16敗の成績で、参加12チーム中11位となり、チャレンジリーグ入れ替え戦に臨むこととなった。名古屋 FC との入れ替え戦では、ホームアウェイもに勝利し、チャレンジリーグ残留が決定した。詳細は、2012日本女子、サッカーリーグチャレンジリーグ入れ替え戦を、 参勝2013年勝又が監督を退任。U-20 サッカー、日本女子代表コーチであった、本田緑が公認の監督に就任。スフィーダ・世田谷 FC の内山智香など10名の新加入選手を加え、過去最大の25人編成となった。チャレンジリーグでは9勝1分12敗の成績で、参加16チーム中11位。2014年、 横山組合ケガや夏美などを獲得し、チャレンジリーグでは13勝3分6敗の成績で、参加16チーム中4位となる。広報杯は予選で敗れた。2015年開幕から18試合無敗で首位守り、10月25日の愛媛 FC レディースを6-0で勝利し、2007年以来8年ぶりに、なでしこリーグ一部復帰を決めた。 2016年昇格1年目のクラブとしては過去最高位の3位。ホーム平均観客数はリーグ最多となる3647人を記録。開幕前に首相の坂本治歩が長野セ風を巻き起こしたいと語った通り、競合クラブへの肉迫や劇的な逆転などによって話題を集める結果となった。2017年7月1日。 横山組が1回開始フランクフルトに期限付き移籍。2018年5月31日、横山組が1回開始フランクフルトとの契約満了に伴い、復帰。2019年シーズンを9位で終え、なでしこリーグ2部2位のセレッソ大半回レディースと、ホームアウェイ方式による入れ替え戦を行い、2戦、合計1から1となり、 アウェーゴールの下げ二部降格が決定した。12月6日、本田緑が監督を退任。12月14日、佐野祐希が監督に就任。12月19日、横山久美がナショナルウーマンズ・サッカーリーグのワシントン・スピリッツに完全移籍した。2020年10月15日に開催されたウィーリーグ理事会において、2021年9月に開幕する日本女子。 プロサッカーリーグに参入することが決定した。男子のチームと同じく、長野ースタジアムがメインでその他に長野県内各地のスタジアムを使用している。なお南長野球技場は、男子チームが J2 加盟に必要なスペックのスタジアムへの改修工事を実施することに伴う、閉鎖のため2013年夏季より、暫定的に、作詞にある、 佐久総合運動公園陸上競技場を本拠地と、鋭同市との協定が結ばれ、2013年は、レギュラーシーズンのうちの2試合の主催試合を開催する。また南長野球技場の改修完成後も、女子チームは、準本拠地としての位置づけで使用することも計画に入れている。詳細は、AC 長野パルセーロレディースの選手一覧を参照。ありがとうございます。